ヘンク3、1メヘレンベルギー1部第6節、ベルギー1、リーグ第6節のヘンク対メヘレンが、現地時間20に行われた。試合は3、1で、ホームのヘンクが勝ち、した。ヘンクの FW、伊東純也が、フル出場し、1ゴール1、シストを記録している。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月部お試し実施中、リーグ戦2連敗中のヘンクは、そう、に先制を許すよくない流れ。それでもすぐに、1-1で前半を終えた。すると、後半に入り、55分、伊東が貴重なゴールを決める。左からの、クスにファーサイドで飛び込み、逆転弾を持た、した。さらに伊東は68分のゴールもアシストし、3-1の勝利に貢献。開幕戦以来となる5試合ぶり、白星に大きく関与した。両。